コロニーレーザークリプス2、エウーゴがダッシュしたのよね。私たちはここでアクシズ軍とティターンズを迎撃するよ。これより作戦にかかる。援護頼むぞ。ラウル・グルーベル、よろしく頼む。史実ではクワトロ隊員が奮戦してるはず。探しましょう、小隊長。デスアーミー、未来世紀からのデータが混ざり込んでる。まさかここでガンダムファイト。ちょっと待って、通信用工事したよ。こんな戦い早く終わりにしないと。連邦名、次から次へと新型をロールアウトさせてくれ。キラ君、やっぱりサー・アズナブル大佐。小隊長さん、ということはユノさんたちか。キラ君、援護するわ。あれ、フリーダムガンダムじゃない。これは開発フリーダムの後継機にして三隻同盟の切り札、ストライクフリーダム。フリーダム破壊されたの？オミルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。なら私はガンダムを撃ちたい。私を導いてくれ。ダラー少尉ってアバンワクーの時に聞いた。彼がまさにこのゲルググに乗っていた時、ダラー少尉さんが戦死した。その時の情報がグリプス2に結びついている。このコロニーレーザーはこの後に使われるんだよ。それ付きの時代までね。キラ君がブレイクインしたのもレクイエムと紐づいたのかも。そうか、レクイエムは廃棄コロニーに中継するビーム砲。撃たせるわけにはいかない、やるしかないんだ。連邦のモビルスーツは化け物か。これで僕はまたちゃんと戦える。極限者に、この私を追い込む者とは一体何を。僕はこの戦いを止めたいだけなんだ。貴様は自分がいかに危険な人間か分かっていない。これ以上はこの私にこうも当てるとは。化け物め、これ以上はやらせ。沈め。僕が何者であったとしてもここで倒れるわけにはいかないんだ。くだらんザレ事に付き合うつもりはない。僕にとってはくだらないことなんかじゃないんだ。一気に進めるよ、小隊長さん。彼が戦うべきはここじゃない。ここは未来のあなたがいるべき場所なんです、大佐。逃がさんよ。そんなまだやれるぞ。味方とわからないのか。そこだ。今の私にはガンダムは倒せん。なら私を導いてくれ。シャア大佐のブレイクアウト確認。キラ君はまだ残ってるのね。彼に紐づくデータが残されてるみたい。探すしかないね。皆さん、援護助かりました。でもあの人は一体。この歴史の仮面の人なんだけど、キラ君も仮面とは因縁があったわね。あの人は倒しました。こんなところにまでオズの連中が。とりあえず死に仇め。ホワイトファング所属のリオ、エスターコロニーの歴史からもブレイクしてる。コロニー革命組織がグリプス2を狙ってるの。くらえ。変わらない世界は嫌なんだ。ホワイトファング部隊のブレイクアウトに成功。もらうものはもらって先を急ぎましょう。システムが狙いか。だからあなたたちはこの歴史の軍隊じゃないんだって。
ターンズと組まれたりしたら面倒だよね。早いとこブレイクアウトしてよ。この程度切る。いけ。僕は戦う。そこだ。下がれ。すぐに。他にもホワイトファングは入り込んでるのかしら。多分ね。結構大きなデータもあるみたいなんだけど。直撃させる。いつから育てたやつ。当てる。私の肩には全コロニー市民の願いがかかっている。負けるわけにはいかんのだ。だからってどうして殺し合いなんて。彼は完全平和主義を踏みにじった地球圏統一連合を復讐するために仮面をかぶった。それがゼクス・マーキス2級特佐だったのね。そして彼は仮面を捨てた。ならこの人が仮面の下に隠していたのは。真の平和を手に入れるためにはエピオンの示すこの道を選ぶしかないのだ。戦いの恐怖、無意味さをたっぷり味わってもらうぞ。それを分かっているのならどうしてあなたは。戦いを望む旧人類が安定さゆえに地球にとどまり、僕たちは戦ってはいけない。憎しみの連鎖は断ち切らなくちゃダメなんだ。私は終わらせるために戦っている。人類に地球がある以上戦争はなくならない。ミリアルド司令はどうしてそこまで。彼はピースクラフトとして、そしてオズナ。私は理想のためならば悪魔にでもなると決めたのだ。それが本当にみんなのためになることなんですか。そうだ。絶大なる力の行使こそは人々の心に戦争への恐怖と平和への絶望を呼び覚ますのだ。この戦いには多くの人間を巻き込まねばならない。な、地球よ、思い知るがよ、本当の鉄槌はこれから下るのだ。ゼクス・マーキスの仮面を捨て去って、いよいよミリアルド兄さんが動き出すね。何かを隠すための仮面。もしかしてキラ君と紐づいてるのって仮面の男たちなのかしら。あの仮面の男はもういない。それでも僕は。直撃させる。くらえ。これはどうだ。いや、これならいける。バカだ。無駄だとわからないのか。いけ。ここに来てザット軍がワンサか。宇宙世紀だっていうのに。この感じ、なんだ、何か来る。もしかしたら運命的な出会いがあるのかも。
ください。新アスカ、デスティニー、行きます。フリーダムガンダムの動画だ。それに今新アスカってデスティニーガンダム。インパルスを失ったシンくんの新しいモビルスーツだよ。この機体に乗っているのは彼なのか。彼には前に一度、でもここは切り抜けなきゃ。ここでやられたらカガリア、アークエンジェルのみんなが逃がすか。二人とも一度ガンダムを失ってるのね。ドイツ、ベルリンでの戦いの後、メガバズーカラッチョ、アイリスギリギリの戦いでシンくんが勝ったんだよ。なんとか彼を、いつもそうやってやれる。あんたがステラを殺した、止めようとしたのに、ね、あんたが悪いんだ、あんたが。シンくん、あの戦いはアンするしかなかった。ステラさん、もううるさい、時計。話を聞いて、このまま戦ったら。ミノ姉さん、いくつか。俺、守るって言ったのに。ステラ、ごめん。デスティニーガンダム、ブレイクアウト。大破はさせずに済んだみたいね。行かなくちゃ。こんな悲しいことを終わらせるために。あ、ストライクフリーダムも。紐付きがやっと解けたのね。彼らにはふさわしい決着の舞台がある。それぞれの相棒さんもここにはいないしね。キラ君の相棒はアスラン君。あれ、じゃあシン君は誰と。コロニー内でよくも。あ、金ピカ発見。クワトロ大佐の百式。私は大尉だ、湯の特務総長。あ、すいません、さっき会ったもので。今回はエウーゴの一員として援護します。ようやっとブリクス戦役の人に会えたのね。大佐、状況は。ティターンでやアクシスに入り込まれたようだ。レーザー砲を潰させるわけにはいかん。さくら、敵はアクシスの戦力なの。それがアクシス軍の未来というか、第1次から第2次ネオジオン戦争期のモビルスーツなんだよ。このミッション、クワトロ隊員の個々、そして未来が混ざってるっていうの。ここでチターンズと共倒れになっても仕方がない。早急に型をつけるぞ。くらえ、かわせるか。当たれ。こんなに壊されてるんじゃコロニーレーザーは発射できない。じゃあミッションは失敗なの。今回はブレイク現象のイメージが目的だよ。いるべき人がそもそもいないし。なるほど、シロッコとハマーンの姿が見えない。とはいえ我々も切り札を失ったか。サクラ、ミッションはこのまま続けていいの。大丈夫、でも念のため自動修復モードは走らせておくよ。小隊長さん、とにかく敵をブレイクアウトさせて。あとはコロニーレーザーの修復作業。また未来からの増援、大事な局面だよ。ここで死ぬわけにはいかないな。こちらの作戦はまだ終了していない。大尉と紐づいている何かがあるのかしら。でも過去の大佐はもうブレイクアウトしてるし。これだけブレイクアウトさせてるのにミッションのブレイク反応が消えない。なんだこの息遣い。アムロレイ、ララスン、いや違う、クワトロ隊員。客式がブレイクアウトしたけど、ここって隊員の時代よね。自動修復モードによる強制ブレイクアウト、何か来る。私は信じる道を進んでいるつもりだ。おお、ティターンズが未だに残っていたとは驚いたよ。ネオジオン軍の再び。パイロットはネオジオン総帥、93年のシャーズナブル。第二次戦争機のモビルスーツがいた理由はこれだ。
こんなに同じ人物が年代をまたいで現れて大丈夫なの？自動修復モード直撃する。私はアコギのことをやっている。近くに上に上に未だにティターンズがこれほどの戦力を保持している。あなたが過去に来ちゃったんです。総帥現在、過去、未来のシャワーズまでグループ現象にしたらですね。これもララーの導きかもしれんな。1年生と13年総帥になったのよ。総帥、どうしてまたジオンに。1年戦争でザビ家は敗北したんでしょ。しかしその結果、地球連邦政府は増長、軍の内部は腐敗していった。それが全ての始まり。その結果が、そう、ティターンズのような反地球政府運動を生み、ザビ家の残党を語るカマーンの長領ともなったのだ。否認政策から始まった宇宙に、えい、打ちどころが悪いとこんなものか。招待状頑張って。こんがらがった過去と未来を戻しましょう。あと一息だよ。ブレイク修正の準備はもうできてる。私たちだって1年生と時代の人間だから、未来に干渉する権利はないけど、総帥、あなたにだって過去に干渉する権利。完全な作戦にはならんとは。未来のクワトロ隊員、やっと引いてくれたわね。ミッションデータの負荷がすごい。私たちもブレイクアウトするよ。自動修復モードのフルパワーで私たちもデリートされかねない。冗談じゃないわよ。早くブレイクアウト処理して。やはり運命は私たちの味方のようだ。君が来てくれるとは嬉しい限り。Thank you.